い、こんにちは、ちちちゃです。それでは今回は限定のコラボ装備が作成できるイベントクエスト2つ挑戦したいなと思います。まず1つ目はユニクロとのコラボイベントクエスト、ユニクロ新たなる挑戦。こちらのメインターゲットはランゴスタとブナハブラ、合計20匹の討伐です。ちょっとめんどくさいですけどね、頑張ってやっていこうと思います。依頼主がアイルーの匠、アイルーによるアイルーのためのおしゃれでかっこいい装備を考えたのにゃ。でもでも素材を手に入れるのが大変なのにゃ。にゃんたさん、ここは一つ素材集めに協力してほしいのにゃということなので、これはにゃんた限定クエストです。いやー、今日もかっこいいな、うちのにゃんた。うぅ、残り10頭。例えばモンスターの肝とか、そういう小型モンスターを倒して納品するようなクエストに関しては同じエリアをね行った方が効率はいいんですけど、このようにモンスターをねたくさん倒すっていうようなクエストであれば別々に行動した方が早く終わることが多いです。八つ咲きにしてくれるわ。よし、もういないかな。いた、チリ一つ残さない。ためて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 、そい。おーし、いたいた。あ、こっちにもいる。早速倒してしまいましょう。いオッケーオッケーオッケー。さ、ちょっとオシャンティな借り方するか。投げる、移動、うー、マジマンジ。まあ、全然強くないんだけどね、この借り方。ちょっとおしゃれなだけ。ほらー、失敗するじー。ういっそいー。いった。狙って。うっし。なんかガレをするけど、気のせい気のせい。うん、いっす。うん、あっ予想してた。スルーですよ、スルー。ほっ、よし、ガレウスに勝った。ゲネボスさん、ゲネボスさん、しつこいな。もうすごい画面。ちなみにチケットは4枚必要なんですけど、2枚デザインと機能性を兼ね備えたユニクロのコイン、洗練されたロゴが刻まれている。できましたー、ユニクロの装備。ただこれ3クエストかかりました。1回目は2枚出たけど、2回目が1枚しか出なかったんで、結局3回行くことになりました。そしてこれは上位の武器と防具です。回も変わんないね。
いや、それにしても見た目おしゃれだな。ストリートボーイ的な。ニャスリートニャーイ的な。そんな感じ？はい。じゃあ、2回目。やってきます。2回目は、コロコロ、沼地に迷い込んだぞ。コロコロコミックとのコラボイベントクエストですね。これももちろん限定の装備があります。メインターゲットが、イーオスとガミザミ。合計20頭の討伐です。そしてせっかくなんでユニクロで来ました。かっこいい。イーオスいた。お命ちょうだいマン。ほっ、はっ、ほっ。トラッ！おぉ、スタン！いや、でもやっぱ上位武器だからか、手数が必要ですね。なんかいたぶってるみたいで嫌だな。サクッと倒しちゃおう。はっ！なんか来た。うぅ、ドスイオス。ドスイオス、マジドスイオス。あと一体、サクッと倒して、トンズラしよう。ほっ。まだね、G級武器で来たなら、相手してもよかったんですけど、めっちゃ時間かかりそうだからね。はっ！クエスト優先できやす。オッケーイ。出た出たーい。おなんか映画みたい。ね。お！めっちゃおるやん。ガミザミが3匹と、イーオスが3匹。これは熱い。はっ、よっ、と、残り5匹。そして、目の前に4匹いる。で、この間に、チャップリンが、ほっ、一匹倒してくれてたらいいんやけど。でもなぁ、チャップリンすぐドスイオス叩きに行ったりするからなぁ。はっ、寄り道、王だからな、寄り道を。はっ、今、ニャンターの性別ってあるのかなぁと思って考えちゃった。個人的には男の子のイメージなんやけどね。まあでも普通に女の子もいたりするのかな。いるんだろうな。はっ！あと一匹。はっ！よっ！ナイスターン。お疲れ様です。成し遂げたぜ。これも4枚いるんだよな。4枚。頭じゃないや、胴体と武器だけなのに4枚。1枚、トマトジュース。栄養豊富でとっても美味しいトマトジュース。出血多量で危ない時はこれを飲もう。それ関係なくない？関係なく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 ない？ 4 回かかった上に依頼文を読み忘れました。ツッコミ上手な少年。今日はゾンビー君と昆虫採集に来たんだ。うわぁ、広くて虫がたくさんいそうだな。ってここどこだよ？あわわわわ。何か変な生き物いるし。ゾンビー君もどこかに行っちゃうし、誰か助けてー。私が上位で、チャップリンが下位ですけど、見た目は変わらない。な、変わんないです。チャキ、なんか書いてる。いい肉だと思ったら、完全に胃です。本当にありがとうございました。おったー！あーということで今回は以上です。最後までご視聴誠に
ありがとうございました。励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネル登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー、バイバーイ。